安田千穂は日本の実業家。ベネッセホールディングス代表取締役社長。カーライルジャパン LLC シニアアドバイザー。ヤマハ発動機社外取締役。1977年東京大学工学部機械、工学科卒業後、三菱商事へ入社。1983年マサチューセッツ工科大学にて MBA 取得。帰国後は情報産業本部に移籍し、当時まだベンチャー企業であった第二電電に出向。1988年、マッキンゼー&カンパニーに入社。マッキンゼー在職中は、大前健一、平野正夫らと共にハードワークであるコンサルタント業務に従事。コンサルタントとしての特徴的な手腕として、どのような複雑な事象の話し合いでも必ず何らかの結論を出す人と評される。主に情報通信、ハイテク産業分野を担当し、パートナーまで上り詰める。1997年マッキンゼーを退職し、GE Capital Japanの事業開発本部長を経て、日本リースオートの代表取締役に就任。2003年から13年間アメリカのプライベートエクイティファンドであるカーライルグループのマネージングディレクター、日本代表を務め、中堅企業を中心に20社以上に投資。企業再建のプロと呼ばれる。2016年10月1日付で社外取締役を務めてきたベネッセコーポレーション社長に就任。在任3ヶ月で社長を退いた福原健一の後任としてベネッセ HD の再建に取り組む。ありがとうございます。